はい、山寺です。今ですね、西成に来てるんですけども、前からね、ちょっと行きたかったお店があるんですよ。それでね、お店はですね、沖縄料理の令和さん、ちょっと行ってみたいと思います。これ初、僕の中では初なんですよ。ちょっと行ってみます。こちらですね、令和さん、今から入っていきたいと思います。なんかこれ、ポークおにぎりとかありますよね。行きたいと思います。はい、今ですね、令和さんに行きました。まずですね、ハイボール450円、いただきます。まあ、ちょうどね、今ね、ランチタイムなんで、ポーク卵定食850円頼みましたよ。なんかね、ポーク卵と小鉢とご飯と汁物と漬物がついて850円です。どういうね、ものが来るのか楽しみです。ポーク卵は大体わかるんですけどね、めちゃ楽しみ。沖縄は大好き人間なので、まあ西成にある沖縄、私はいつもおかん行くんですけども、これ令和さん、令和さんはちょっとほんまに初めてなんですよ。なんかね、思ったよりね、割とこじんまりしたお店なんですよ。なんかね、僕の想像ではなんか広間があって、なんか三線とか弾けるんちゃうかなというイメージだったんだけど、そうじゃなくって、なんかこう沖縄の食堂っていう感じかな。 もしかしたらもっと奥あるかもしれません。奥が私が知らんだけであるかもしれませんけども、なんかいいお店ですわ。気分的に沖縄みたいな感じ、気分的にね。で、大体定食ね、ランチが沖縄そば定食、ゴーヤチャンプル定食、ポーク卵定食ってね、どれも850円、もちろん単品もありますよ。なんかでもちょっとね、飲んでる途中、はしご酒の途中で、ね、お腹減ってきたんですよ。これがね、もう太るもとですわ。太るもとだけどもね、まあいいかなと思います。もうとりあえずね、なんかご飯食べて一回リセットしますわ。うまい。ポーク卵定食が来ました。これがね、ポーク卵で、小鉢が今日はね、なんかナスビですね、ナスビの煮たやつかな。ほんで、おつゆ、これ味噌汁じゃないような感じがするわからん、と、ライスがついて漬物ですね。で、850円です。早速ですね、いただきたいと思います。早速、いただきます。ちょっとポーク卵ね、ポーク卵ね、めっちゃ久々に食べるんやけど、沖縄行ってね、ポーク卵食べたことあるんやけども、ね、沖縄のポーク卵も美味しいけども、やっぱりね、こう内地で食べるのもまたええと思うの。いただきます。うまっ。なんか沖縄来た気分になるわ。おつゆ、あ、これなんかすましやね、すまし。甘っ。うまっ。このなんかナスビの炊いたやつね、こういうのも美味しいんですよ。やっぱりこういうの嬉しいね、こういう小鉢ね。ちょっといただきますよ。うまい。美味しいです。ポーク卵ね、このポークね、ポークの部分にちょっとトマトケチャップをこうつけて、これで食べますよ。よいしょ。でも、お茶のあのハイボール。東淀川が被害されたんですね。あー、めっちゃうまい。
沖縄料理好きです、うん、熱々ご飯でね、うまいわ、うん、このなんていうの、これスパム、スパムっていうかね、これポークランチョンミートと思うんだけども、うまいよ、うん、おいがさん系ご飯の、うん、まあ、バリバリのそっちの人、まあ、やねんけど、たこ焼き屋やってはる、うん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 、昔1回やってんけど全然行けないから、1回ぐらい買おう、うん、だって最後に通した、飲みながら、ご飯食べながら、飲みながら、うん、忙しいですけども、もうね、お腹いっぱいですわ、結構ご飯が入るとあの答えますね、うん、うん、でも沖縄料理やっぱり好きですね、うん、うまい、ハイボールとご飯と合うんかなまあよく分からんけども美味しいですわ、うん、レーは最高、うまっ、おいしいな、卵もねふわっと焼いておいしいわ、うん、昔は僕も自分で思うんだけどね、要はあの、なんていうの、ハイボール飲みながらご飯食べる男ってね、うん、気分は沖縄ですわ、うん、沖縄やったら泡盛ってよかったかな、ね、わーうまい、はい、すっかりね食べきりましたよ、完食です、完食だけども、あのまだねハイボール飲みますよ、まだこれから飲むんやけども、もう食べ物無理、うん、でめっちゃ美味しかった、もうねお腹は相当大満足です、お腹はね、まあ、まだ飲めって言えば飲めますけどね、今ねちょうど昼の12時20分ですよ、うん、これからまだまだもう店行くと結構暴走なのでね、多分今日はこれで終わると思うんですけど、暴走モードになりますからね、これこっからがもう時間ねワープするんですよ、今までの経験でワープします、これ気がついたらこのまま行くでしょ、そしたらもう気がついたら5時とかねなってることが多々ありますんでね、今日は多分ねこれぐらいでいい加減にしとかなあかんのかなと思っております、件数にしたら今日は3件です、はしごで3件やけども、きついですね、うん、きついです、楽しんでますけどね、はい、今ですね沖縄料理の令和さんで食べてきたんですけどね、ポーク卵かなり美味しかったですが、もう今日はねすごい大満足しました、お腹いっぱいでね、これあのなんていうの、一品の小鉢か、小鉢のねあのナスも美味しかったしね、なんとなくなんか沖縄のね雰囲気を醸し出してね、沖縄っていう感じ最高でしたわということです、もしね、よろしければ山寺の YouTube のチャンネル登録の方もお願いいたします、いつもね山寺の YouTube 見ていただいているの視聴者の方々本当にありがとうございます、感謝しております、お疲れ様でした。